ディープバンタム級、己の存在意義をかけた究極の一戦。元ディープ2階級覇者、元谷勇気。このディープの舞台で成長を遂げ、今やディープの至宝とも呼ばれる逸材。現在主戦場にしているライジン、最激戦バンタム級の頂点を目指し、元谷負けられない戦いがこれから始まる。序列とか順番とかは分かんないですけど、そこに狙っていきたいっていう気持ちはずっと持ってやってるんで、でだんだん力ついてきたのもなんとなく分かっているんで、まあそこに食らいついていきたいとか、そういう気持ちはあります。成長した姿と、あと KO 一本で決着できる、やっぱしっかり試合で見せれる選手になりたいなと思ってるんで、ライジンのベルト取れば、まあ、世界のトップっていうのは間違いないと思うので、やっぱそこは目指していきたい。対するは現在7連勝、今 MMA 業界要注目ファイター、米山志早。ゼスト、ウラちゃん、ハンクラス、そしてディープ。戦いを重ねるたびに本物の強さを追い求め続けてきた男。その舞台の名を出すのはもはや必然だった。どの試合に行くときにやっぱ自分は UFC に行きたいって、そこに近づくために勝っていきたいっていう気持ちをやっぱ常に持ってたんで、まあ、徐々に大きくなった気持ちだと思います。一瞬の憧れではないです。過去に戦ってきた中で元谷は間違いなく最強の相手。今米山は何を思うのか。元谷選手すごい強いっていうのは分かってるんですけど、ここで負けるよりはもう 100% いけるような舞台ではないんで、本当今までやってきたこと全部かけて戦って UFC に近づくための結果を見取る自信は今はあります。もしかしたら僕の勘違いかもしれないです、僕の方が強いっていうのは。でも元谷選手勝たないと絶対 UFC って言ったらいけなくて、たとえ可能性が低かったとしても僕が求める形で勝つっていう結果を見取る自信があります。格闘技の最も美しく最も残酷な部分、それは勝者と敗者がはっきりと示されること。そしてどちらかの夢が遠ざかること。正直怖さはあります。怖いですけど、やっぱりそれが格闘技でそういう戦いをしないといけないと思います。元谷選手っていう最後まで同じリングで戦いきれる相手に、僕も最後まで自分がやるべきことを貫き通せれば、どこかでフィニッシュが生まれると思います。自分に勝てないレベルだったら、まあ、USC でもどうなのかっていうのはあると思いますし、潰し合いっていうのは、はい、残酷ですね。完全決着でしっかり決めたいと思います。己の夢のために全てをかけろ。相手を叩きのめせ、己が生き残るために。元谷 VS 米山、自らの夢に近づくのは一体どっちだ。ディープバンタム級5分3ラウンド、元谷勇気 VS 米山千早。